はい、よろしくお願いいたします。それでは今回は、友達対局やっていきたいと思います。はい、相手の方、四段の方になりました。よろしくお願いいたします。まあ、10分切れ負けで頑張っていきたいなと思います。ちょっと、前回も言ったんですが、ちょっとオートマッチングでやるといろいろ問題が生じるということで、今回からですね、友達対局オンリーにさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。まあ、とりあえず、試験飛車対、どうしようかな。普通に穴熊に囲っていくか。船学位、ちょっと向こうのあれがどう出てくるかわからないんですが、まあ、これは穴熊っぽいですね、もう。アイアナっぽい感じの出だしになっておりますけれども。ですね。いやこの人昔、あれですね、なんか、広瀬流アナグマ得意にされてた記憶があるんで、ちょっとあれだな、怖いけど。広瀬流アナグマってプロ的には消えたんですけどね。まあ正直アマチュアレベルでとがめ切れるかって言ったら、まあまず無理なんで、本当に恐ろしい作戦だと思います。いやいやー、これはなんだ、すごいな、このタイミング。しかしこれはつけるんじゃないか。ちょっと確かにこちらも金が2枚離れていて、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いんですけどね。ついてみようか。ノータイム。いやー、角だと5四銀出てくるってことですね。いいか、ちょっと、いや、ちょっとなんか術中にはまってる気がするな、これ。いや、なんかうまくやられてる気がする。いやぁ。飛車回ってみるか。6八飛車。これで、なんか6四歩から7五銀、6三歩成りみたいな。あとね、6四に歩垂らしておく手が結構嫌なんじゃないかなっていうのはあるんですよね。ちょっと行ってみるか。ふんわりと。垂れ歩。これは結構、どうなんだろう。まあ、ほっとくと、6八飛車、7五銀、6三歩成りみたいな狙い筋も生じるので、まあ、結構嫌かなっていうのはあるんですけどね。これは少し、そんなに簡単ではないですかね。おお、来ましたね。これ取るしかないか。5四銀で軽さばしようってことか。なるほどね。5五歩つけるけど、もう6五歩で来ちゃうってことですね。5五歩、6五歩、5四歩、6六歩と。で、5三歩成り、同金。まあ、ただ5四歩打てるからな。行くか。もう行くしかないですね。まあ、2四歩できれば入れたいんですが、ちょっと、もう間に合わない可能性高いので、2四歩は多分手抜きで、あ、でも2四歩入るかな。ギリギリですね、これ。入れば大きいけど。2四歩入ればかなり大きいですけど。2四歩4六飛車は2三歩成りが角当たりになって、6六、あ、でもそっか。2四歩4六飛車2三歩成りに、4九飛車成り、3三と6九竜。いやーでも、ちょっと良さそうか。まあ、1本入れてみるか。5五歩は6五歩来るんで、入れてみましょう。これどうなんだろう。まあ、4六飛車、2三歩成り、6六角、同角、4九飛車成りみたいな。ないことはないんだけど。5八角とか打っちゃってもいいかもしれませんね。で、竜引かせて、3二と金とじっくり入っておけば、優勢、かな。ああ、そうですね。これは結構辛抱した手で、まあ、同歩だとやっぱり、利かされになるし、ちょっと同角だと、この、6六の銀への睨みとかが消えてしまうんですが、まあ、ちょっと、長引かせようっていう感じの手だと思います。
ああ、もうすごい、やっぱり辛抱ですね、ここは。7歩。銀出て、5四歩見せたらどうするんだろう。これで次5四歩から1一角成があるので、まあ、局面はちょっと居飛車が良くなったかなっていう気はしますね。よいしょ。また、こっからですよね、やっぱり。どうさばくか。おお、これ2三成れるけど、2三飛成は3二銀で4六飛車でさばこうってことですかね。まあ、ただ、2三飛車成3二銀には2六竜と引いて大丈夫か。大丈夫そうですね。形勢としては間違いなく居飛車がやれると思うんですが、3二銀で、2六以外だと4六飛車でさばけるんですが、まあ、2六竜と引いておいて、2五歩には、まあ、3六竜でいいのかな。1六竜か3六竜か。そんなもんで。ああ、それでも。なるほど。これ、同竜だと4六飛車さばこうってことですね。そうか。まあ、2四歩、2九歩成、2三歩成、同銀、同竜。ありえるそうだけど。広瀬竜王も、昔、フリアナやってた時はやっぱりなんかちょっと悪いぐらいの局面からめちゃくちゃ粘って勝っていることが多かったんで、なんとなくちょっと彷彿とさせますね。そういうのを。まあ、広瀬竜王じゃないけど。いや、これどうしようかな。取るか。一回取って2二歩とか、とぼけておくんですかね。いや、でも、どうしようかな、これ。で、4六飛車、2八歩には、2七歩が絶品になりますね。同竜は4九、4八飛車成。竜逃げても2六飛車が軽さばの手筋になるので、いやー、まあ、2四歩ぐらいですかね。2四歩、歩成、歩成。もう、そういうぐらいしかないよな、でも、ちょっと。ここは受けないですね、やっぱり。飛車は取って2、2、3飛車とかでやれる感じしますね。これはちょっと1九とうとう香車取られると困るんで。5分。なんとなくこう、白さんとやってるような雰囲気になりますね、これ。攻め将棋で、四間飛車党で。なんか、穴熊版の白さんみたいな感じがすごくします。いやー、5四歩ついてみるか。あ、でも、4七角痛いな。ダメだ。ちょっと、角交換はちょっと痛いんで、6三銀ぐらいでいいかな。これでちょっと、まあ、すぐに決まるってわけじゃないんですが、まあ、ちょっと置いといて、なんだろう、2三歩同歩同竜から竜使っていく筋とかいろいろ見せて、まあ、ぼちぼちやっていけばいいかなというところですね。おお、これは、いや、なんかちょっと悪くなってからが辛抱強いですね、やっぱり。まあ、2、3歩ぼちぼちいっとくか。
まあ、同歩なら同竜で、2二歩には今度3二竜と侵入できますので、ちょっといいかなっていう感じがしますけどね。向こうとしてはだいぶ苦しい時間帯が続いていると思うんですが。ああ、これあれですね。2二歩成には2八歩っていうことですか。なるほど。いや、なんか、空成りになるんで全然、そっか、軽く見てましたけど。なるほどね。いい手かもしれない。2二歩成、2八歩。そっか。いや、簡単にはやっぱり倒れてくんないですね。どうしよう。歩成り歩に5九竜とぶつけて、さばいていきますか。2八歩なら5九竜とぶつけちゃって、もう、ね、同竜、同金の時点で、こっちはもう、飛車打ち込んでいけば寄せられそうですし、向こうとしてはまだ、こちらの陣形、飛車打ってもさほど響かないということで、ちょっといいかなっていうのは、ありますけど。ああ、これは手筋ですね。6六歩。なるほど。同角には5七銀とかで絡んでこようってことか。で、ほっとくとちょっと竜切られたりして危ないかもしれないですね。取るしかないか。そうですね。いやー、角引くか、一回。いやー、こっち時間がないってことも見越して、かなり時間攻めてきますね。3分。いやー、どうか。これで6三香を見せれば、なんとかなるんじゃないかと、思いたい。いや、激しいな。激しい。金打つと千日手になっちゃうんだよな。隣のワンちゃんがすごく。しかし、飛車打つとどうするんだろうな。三に飛車って打った時に、金取り受ける手段が難しいんですよね。これはちょっとどうだろう。6二の金取りを受けるだけの簡単なお仕事なんですが、その簡単なお仕事がちょっとないんですよね。4一金、6一金は2一竜から6一竜だし、で7八金が、全く詰めろにはならないっていうことで、ちょっとこれは受けに窮したかもしれないですね。4二歩とか打てればいいんですが、その一歩がないっていうことで。2分30秒。そうですね、ちょっとこれは。ほっといて、金打っても勝ちなんですけど、おそらく。すまないんで。もう一回取るか。手堅く。次の7二金とかがどのみちちょっと受かりづらいので、まあ、局面は必勝と言ってもいいような感じかなと思います。そうですね。まあ、ちょっとこう、7二金なら同角で粘っちゃおうみたいな感じだと思うんですが。どうしようか。これでまあ、8二竜同玉、7二金を見せるという感じで、ちょっと粘りづらいかなとは思います。あ、これは2詰み分。ですね、8二竜から。
ありがとうございました。じゃということで、なんとか勝つことができました。感想戦やっていきたいなと思います。まあ、途中仕掛けから普通に完勝負になったかなという気はするんですが、まあ、6五歩非常に積極的な構想で、5四銀とかでなかなか嫌な感じだったんですが、あれですね、2四歩は同歩と取った方が良かったかもしれないですね。2四歩、同歩、5五歩、6五歩、5四歩、6六歩と、向こうの歩が6六まで伸びてきて非常に嫌な格好なんで、ただ、5三歩成同金、5四歩が非常にきついんで、まあ簡単ではないですね。金引いて、5三銀とか打ち込んでいけば、若干、居飛車側がやれてるような気はするんですが、まあ、同歩の方が良かった可能性は高いかなって思いました。本譜は、6五銀と出たのが非常にいい形で、これ次、5四歩から11角成を見せて、ちょっと向こうとしては非常手段の3三角だと思うんですが、まあ少しずつこう差を広げて優勢になることができたかなと思います。ですね。まあ、平凡に攻めていって、竜さえ侵入できれば向こうかなり薄い格好なんで、まあ、ね、最後6六歩から5七銀と迫力の手筋ではあったんですが、まあ、6七金に手抜いて3二飛車が効いたのが大きくて、これで6一金なら2一竜があるし、まあ、ちょっと受けが難しい状況かなというところですね。で、最後は、5一金に竜逃げると、まあ、6三桂から粘ってこようっていうことだったと思うんですが、まあ、先に竜切る手が成立して、終わりとなりました。85手の解消譜ですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。